地域と世界に開かれた富山大学。広い知識と専門的な学識で豊かさを創造する。私たちはまだ見ぬ新しい世界を切り開く。これからの時代の変化を見据えたプログラム、富山リデザインラボの開講式が行われました。大都市圏から中核人材を富山大学の協力研究員として受け入れ、未来に向け変革を進める県内企業とマッチングを行います。協力研究員の皆さんには、企業が持っている経営課題を解決していただこうというふうにしてテーマ設定をしています。なかなか県内では見つからないような人材をマッチングすることで、これまで以上の企業のレベルアップを狙っていこうと、それについて活動してもらおうと。このプログラムに富山県内の企業は期待を寄せます。新入社員の研修プログラムを一緒に作ったりですとか、またそれを運営する仕組みですね、こういったことをやっていただく。グループ内だけで独自でやってたことっていうのを、ね、客観的にプロの目から見てジャッジしていって、こうすると一番効果高いんだよっていう方向を、一緒に見つけていくっていうのは多分できるんじゃないかなと思ってます。また協力研究員は企業の未来をリデザインするだけでなく、富山大学のリカレント教育を受け、新たなスキルを磨き、自分のキャリアをリデザインします。社員の方々28名のインタビューを終えたところです。非常にそれぞれの方々個性的で強みをお持ちなんですけれども、それを、さらに、育て、発揮していくということができればなと。研究員は半年間富山に住みながら、自分、企業、地域を深く見つめて研究を進めます。富山県にとっては新田知事が推進している成長戦略の地域の企業を活性化していく、そのために留学人材をマッチングして進めていくということが多分役に立っていくんじゃないかなって。地域活性化を図る実践型リカレントプログラム、富山リデザインラボで富山の未来を切り開きます。オール富山大学で取り組んでいる、いろんな教育の専門家、研究の専門家がいますので、その力をぜひ県内あるいは北陸に波及していくことができると、いろんな変化が生まれていく、そういったことを期待してますね。富山大学のまだ見ぬ新しい世界への挑戦が続きます。